はい、どうも、白滝です。今回の動画は9月から OB シリーズ、豪華なガチャが開催されるんですけれども、プロスペースでも登場可能な新規 OB 選手候補がある、書かれているサイトを判明したので、12球団の新規候補を見ていこうかなと思います。プロスピースでも登場可能な新規 OB 選手の一覧が見れるサイトが、もうすぐ販売するパワープロ2024。パワープロとプロスピは同じ会社、コナミさんが作っているので、パワープロで権利を得たのであれば、プロスピースでもその権利は使えてくると思います。阪神の方から見ていきましょう。画像にね、いろんな名前、載っていると思うんですけれども、一番最初かな、村山実選手、パワープロでね、登場してくるんですけれども、こちら、2022年シリーズ2、プロスピースでも、登場していました。一度のみかな、こちら、2022年、一度だけ、登場していたと。他にもね、いろんな名前が書かれていまして、ウィリアム選手や藤川球児選手、一番下の方を見ると、藤村文夫選手、去年の OB 第3弾、阪神新規枠で登場してきた、アーチスト広角打法の選手になります。パープルで登場、プロスペースでも登場しています。この画像に書かれている名前で、新規の OB の選手は誰なのか、小山選手、遠山選手、藤田選手、吉田義雄選手、川藤選手が新規 OB 枠になっています。で、一人ピックアップしたいんですけれども、それが小山選手。参考する年代が1962年、47登板、27勝11敗、防御率 1.66、最多奪三振、最高勝率を受賞した年になっています。いや、昔の人、すごいよね。47投は先発で投げて27勝11敗、防御率が 1.66 と、いや、ほんと肩壊すよ。広島見ていきましょう。画像にね、書かれている名前であれば、黒田選手、外小葉選手、前田選手、山本選手など、プロスペースでもね、登場した選手がいまして、新規候補としては、正田選手、小林選手、TS にはなるんですけれども、小林選手、江夏選手、山崎選手などの候補がいます。で、ピックアップするのであれば、正田選手、参考する年代が1987年、123試合、打率が3割3分3厘、本塁打は0本になるんですけれども、首位打者を獲得した選手になります。プロスペースでは未だ未登場、新規枠、今年登場してくるのか。横浜過去 OB で登場した選手であれば、平松選手、佐々木選手、ローズ選手、いろんなね、選手がいるんですけれども、新規の選手としては、秋山選手、近藤選手、加藤選手などがいます。で、一人挙げるとすれば、秋山昇選手。参考する年代が1957年、65登板、24勝27敗、防御率 2.50、最多奪三振を、獲得した年になっています。いや、本当昔の人、いや、どんだけ投げたら肩本当に壊れないんかな。こんだけ65登板投げて、昔とね、今では、ね、投球、野球のね、スタイルは違うんですけれども、いや、投げすぎでしょ。24勝27敗って、いや、すごい成績やね。巨人、プロスペースでも登場していた OB、上原選手、牧原選手、王貞治選手、長嶋選手、松井選手、高橋由伸選手などがいます。で、この中に来ていない新規候補としては、隅光雄選手、水野選手、森選手、柴田選手などがいます。で、一人挙げるとすれば、隅光雄選手、変則のね、サウスポーになるんですけれども、参考する年代が1981年、51登板、8勝5敗、20セーブ、防御率 1.41、最優秀救援投手になっています。変則サウスポーなので、もし来た場合、高梨さんみたいにね、打ちにくい投手になってくるのか、いや、隅選手今年、新規 OB 枠として来てほしい、個人的にね、来てほしい選手にはなっています。ヤクルト見ていきましょう。プロスペースでも登場していた OB が、金田選手、古田選手、ペタジーニ選手、杉浦選手などがいます。で、新規候補が、安田選手、
小畑選手、小花選手、山本選手、大谷明彦選手。で、一人ピックアップするんであれば、安田武史選手かな。1973年、53登板、10勝12敗、防御率 2.02、最優秀ね、防御率を獲得しています。中日プロスペースで登場していたのが山本選手、川上選手、権藤選手、星野選手、中日バージョンの落合選手、ギャラード選手などが登場していました。で、この中に書かれている新規候補としては、杉下選手、高橋選手、高木選手、中選手などがいます。で、一人、このね、めちゃめちゃすごい方がいまして、それが、中日、杉下茂選手、フォークボール、ナックルの神様、フォークボーラー、フォークのね、神様と言われています。で、年代が、1954年、63登板、32勝12敗、防御率 1.39、この年、最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率、沢村賞、MVP、ベストナインを受賞した年。いやー、こんなね、レジェンドがプロスペースでは来ていない。このパワプロではね、杉下選手名前が書かれているので、いや、今年来るかもしれない。権藤選手もね、過去プロスペースで登場していたので、いや、杉下選手来てほしいね、球種が気になる。フォークボーラー、フォークボールのね、神様と言われているので、なんかね、記事に書かれているのはナックル気味。変化量マックスのナックルで来た場合、ちょっとね、リアタイ的には面白い投手にはなってくると思うので、いや、今年登場してほしい選手の一人にはなっています。パリーグの方になりまして、オリックス見ていきましょう。候補が多すぎるので、今回はちょっとカットします。あまりにも多いので。一つだけ伝えたいことが、あの大投手の名前がない。それが野茂選手。いや、野茂選手の名前は、ありませんでした。なかったからといって、プロスペースでは、登場しない。そういったね、ことはないんですけれども、ないということは、プロスペースで登場する確率も、低くなっている可能性あるんじゃないのかなと思います。で、オリックスで個人的にね、来てほしい、選手がいまして、それが2019年最終更新。それ以降、一度もね、更新がされていない箕田選手。弾道ラインドライブ、ミートから79、79、81、称号で81の全動鎮することができて、ライトが A、守備能力を見てください。高いんですよ。で、特殊能力、超チャンスメーカー、2024年から修正されて強くなった特殊能力、盗塁界流し打ち。ライトの左打者であれば高橋由伸選手、右打者であれば箕田選手が最強な選手になっています。トリプルスリーをね、達成した1983年。個人的にね、右打者最近集めているので、いや、今年箕田選手再び登場してほしい選手にはなっています。ロッテ過去プロスペースで登場していたのが村田選手、渡辺選手、伊良部選手、小宮山選手などがいます。で、新規候補としては、江本喜八選手、来たる選手、袴田選手、山崎選手は、西武で登場。ロッテでは、OB 枠では登場していません。で、広田選手と、で、一人強いね、選手がいまして、江本喜八選手。年代が、1966年、133試合、打率3割5分1厘、24本。この年、首位打者、最多安打を獲得した、年になっています。いや、江本選手もそろそろ来そうな選手にはなっているんじゃないのかなと。ソフトバンク見ていきましょう。 OB 枠では真原選手、城島選手、あとはね、川崎選手、カズ山本、山本選手もね、過去2022年ダルビッシュセレクションで登場していました。で、新規候補としては岡本勇選手、吉田選手、藤本選手、皆川選手、江本選手などがいます。で、一人、岡本勇選手がかなりすごい成績でして、1953年、116試合、打率3割1分8厘、19本、首位打者を獲得していました。楽天に関してなんですけれども、この画像の名前の中では、あまりね、新規枠はいませんでした。今ね、現役の選手や、あとは監督、コーチやってる選手などが、楽天にいるので、OB に関してあまりなかったかな。まあ、その中で一人挙げるとすれば、長谷部選手。長谷部選手は、OB 枠になっています。西武、過去 OB で登場していた選手、松坂選手、中西太選手、秋山選手などがいます。新規候補としては、豊田選手、森選手、
土井雅宏選手はオリックス枠で登場していたんですけれども、西武バージョンは登場していません。で、一人ね、ピックアップするんであれば、豊田康光選手。年代は1956年、148試合、打率3割2分5厘12本、首位打者を獲得した選手になっています。そして最後、日ハム、過去 OB では尾崎選手、グロス選手、あとは稲葉選手、張本選手などが登場していました。新規候補としては、堂林選手、高橋選手、ブス島翔一選手などがいます。で、堂林正幸選手がかなりすごい成績でして、1961年、63登板、30勝16敗、防御率が 1.90、こういったね、成績になるんですけれども、堂林選手一つもタイトル獲得していません。この時、稲尾選手かな、西武で過去登場していたんですけれども、稲尾選手が、すごいね、成績で40勝していたのかな、42勝、防御率も 1.70 で、これよりもね、すごい成績で、タイトルね、全受賞、まあ、ほぼほぼね、獲得していました。いや、30勝、防御率 1.90 で、タイトルをね、獲得できないという、いや、これ、いや、過去ほんと昔の人すごいね、めちゃめちゃ投げるね。今回の動画はもうすぐすればパワープロ2024が販売。同じね、会社コナミさんが作っているので、パワープロで登場した OB がプロスペースで登場してくる。まあそういったね、可能性は高いと思うので、新規のね、OB 候補を紹介していきました。最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。今後もね、プロスペースの動画投稿するので、チャンネル登録と、ぜひともね、通知と、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。